こんにちは、どうも。今回はどこかな。さあ、見えてきたかな。会津デカ盛りグルメ2年ぶりの再チャレンジ。異次元満腹必至最強活動を食うドライブイン会津で食べるぞ。以前食べられなかったこちらのデカ盛りソースカツ丼、今回は果たして食べられるでしょうか。乞うご期待。まずはメニュー表になります。ご覧ください。ここドライブイン会津さんは芦ノ牧温泉の近く、橋のたもとにあるでっかいお店になっております。駐車場、食堂ともにでかいですが、飯の量もとにかくでかいです。マルチ、今回はラーメンになります。美味しそうな、かわいいサイズでよかったね、マルチ。これだとペロペロと食べれるよね。美味しそうです。ゴリさん、今回はカレーラーメンになります。しかもこの量で普通盛り。おっと光った、ゴリ神さん揃った。おっとゴリラダンス開始だ。満足いくか、それとも瞬殺か。お、秒殺宣言が出ました。おやつ瞬殺。父ちゃん、今回はソースカツ丼の大盛りです。言わずと知れたリベンジをやっていきます。さあ、美味しそうなでかいカツに丼サイズのデカ盛りご飯、果たして今回は食い切れるか。完全制覇、乞うご期待です。それではいただきます。さあ食べていきます。さあ、まずこのでかいカツをこの大きな器に移していきます。とにかくカツ一切れ一切れが重い、でかい、重い。さあ、全部この皿の方に乗せていきます。まずこちらのカツ、重さだけでも 400g はありそうです。さあ、ご飯これだけ入っております。まずはカツから。うまい、ご飯も量がたっぷりです。さあ、こっからは4倍速でお送りいたします。今回も始まったデカ盛りチャレンジ、今回はお腹ペコペコでやってきましたので勢いが違います。ただこのご飯の量見てわかる通り、いつも父ちゃん丼の方小さく見えますが、今回丼というよりはこちらお蕎麦が入っているような大きな器です。さあ、ご飯も3合以上とかなりのヘビーな量が入っておりますが、今回は胃袋も鳴らしているせいかパク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 進んでおります。さあ、最後まで食べきれるか。昔はこちらソースカツ丼の他に煮込みカツ丼もありましたが、今回行ったらば煮込みカツ丼はなくなっておりました。残念です。せっかく美味しかったあの煮込みカツ丼が食べれないというのもちょっとがっかりしました。でもこちらのソースカツ丼の方とにかく美味しいです。肉の方もしっかりとお肉と油の程よいハーモニー、そしてこちらのご飯と相まってとっても美味しくなっております。さあ、そうこう喋ってる間にもご飯の方がどんどん進んでおります。カツの方もあと残り一切れですね。さあ、どんどん食べております。父ちゃん、今回は勢いが違います。あっちこっち各地のデカ盛りグルメを堪能してきた父ちゃんの胃袋、かなり大きくなっております。父ちゃんの腹も大きくなっております。こんなことをやっているから父ちゃんはいつでも血圧の薬とコレステロールの薬は必須アイテムです。 YouTube 撮影も命がけでやっております。さあ、残りご飯があとわずか。さあ、でかさを伝えたいせいか、ほら、こんなにでかいんです。ラーメン丼よりもでかいです。さあ、どんどん食べ進んでおります。さあ、残りの一切れとご飯が残りわずか。
さあ食べきれるか、頑張れ。さあご飯の方食べきりました。さあ最後にスープ、こちらの方はラーメンのスープになっております。うまいです。さあこれと一緒に食べきって、またサイズを見せたがっております。どうしてもこの丼のサイズを伝えたいそうです。さあ漬物を食べてお口をさっぱりして、さあ残りカツ一つ食べきれるか、ここでお腹の方が限界か、さあ最後に残すか、それとも食べきれるか悩んでおります。さあ最後の最後で食べきって完全制覇、ごちそうさまでした、うん、今日は完全完食です。うん、マルチスープ以外は完食です。今回はお腹いっぱいだったのかな、スープは飲みきれなかったね。グー瞬殺アングリーゴリさん、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。完全制覇だ、美味しかったです。ドライブインアイズさん最高でした。